宋禅寺は、大阪市東淀川区にある、総統州の仏教寺院。三号は、しのげうんざん。本尊は、伝裁長作の釈迦如来座像。江戸時代の宋禅寺寺寺では、天平年間、行記により創建されたとされる。この経緯から当初は、法宗修寺院であった。柿吉元年6月、柿吉の乱により、赤松光介に殺害された室町幕府第六大将軍。 足利義則は首をはねられ、三助によって持ち去られた。しかし、三助は本領である、張馬国に引き上げる途中、義則の首をこの寺に放置していった。その後、三助の討伐軍に参加した官僚細川持野の,の弟である細川持賢は、その功により、三助の官僚地であった、当地中島を与えられ設置守後に任じられると、各吉2年に、五国寺より、 徳捜、通る隣を迎えて、吉則の首をまつり、総禅寺を、足利吉則の母大寺の一つとし、ガランと所領を寄進して、総当州に転修させて再興した。そして、細川氏母大寺の一つともした。同年4月29日付で、赤松三助の決所地であった、中島の乳牛巻と福島村に散在する田畑と、金渡る黒石が、総禅寺に寄進されている。 創禅寺を再興して間もない同年8月4日、細川餅県は、兄の細川餅これをなくすが、その死士の細川勝元と共に、創禅寺領の拡大と整備に努めた。また、七大将軍、足利義勝が殺された父、吉則の菩提寺として、聖徳大子が建立したと言われる、古い観音堂を大伽藍に建て替えたとも言う、下吉二年から文案四年の五年間の全用は、 宋禅寺の段下総代である萌井家造の宋禅寺師匠目録によって知ることができる。そこに記された重要事項は、一乳牛巻と福島村に散在する田畑を寄進する。二中島総者の所領を、一丁四方およそと交換して宋禅寺の敷地とする。三中島の上方から二十金、下方から百金の茶を毎年寄進する。室町幕府が上記の寄進地を 総善寺に安堵する。後細川持ちの追善のため中島の座と庄内の上進跡を寄進する。中島の座と庄内の高徳寄り跡を寄進する。渡辺国分寺内の幸い宝寺を総善寺の末寺とする。中島総社領から、さらに領地を獲得して、総善寺の地域を拡張する、である。また、細川持ち県は文案4年6月6日に総善寺の護寺のために、 一もっぱら創禅寺を推計すべきこと、二次領の百姓らに罪とががあった場合でも、その土地を創禅寺から没収してはならないこと、三次領を犯すなどの面倒を起こしてはならないことの参加条からなる条記を定めている。その後も、寺領の寄進は続いたが、江戸時代の完成2年12月26日には、すべての寺領を書き上げた、詳細な、 中島総者事業目録が作成されている。細川持県による大ガランは文明15年、早くも戦火によって消失。その後、慶安年間になってようやく再建されたが、それも1945年6月7日の第3回大阪大空襲によりことごとく消失した。この時、一トン爆弾が4発も落とされている。現在のガランは1989年になって、 ようやく再建がなった鉄筋コンクリート造りのものである。1869年には一時設置の県庁が置かれていたことから、境内は大阪府史跡、大阪市史跡に指定されている。慶長5年、関ヶ原の戦いの前哨戦において、石田三成の人質になることを拒否した細川ガラシャは、自らを家臣に殺害させて、細川や大阪屋敷に火をつけ、死去した。 その後、宣教師、オルガンチノが消失した、細川屋敷より遺骨らしきものを掘り起こし、細川や菩提寺である、宗禅寺に収めたとされる。この経緯から、宗禅寺は、細川ガラシャの菩提寺となり、戦術の足利義則の首塚と並んで、ガラシャの墓が残っている。ガラシャ没350年の1950年4月、細川キャラ、車掌特会が建てた、伝光林院。 細川玉子の墓の石中もある。聖徳5年5月14日、大和郡山藩市、炎上総左衛門主月具は、剣術の試合で、幾田伝八郎に勝ったが、これを逆恨みした伝八郎により、闇討ちに遭い殺害された。10月26日、総左衛門の兄、炎上自在門へ広しと、安藤喜八郎工場の兄弟は、弟の敵討ちのため伝八郎を探しに、 生国魂神社で祈願していると、境内で、伝八郎にばったり出会い、剣を交わそうとするが伝八郎は、生国魂神社は神域であることを理由に、後日に果たし合いに応じるべしと返答し、その果たし合いの場所として伝八郎は、この創前寺に、場所と日時を指定する。11月4日、創前寺馬場にて自在門と八郎は敵討ちを取ろうとするが、逆に伝八郎は、 多数の火星を呼んでおり、自在門と木八郎は帰り討ちに会い、無残に殺害された。一部始終を見届けた、元江戸町方よりき、勝見宗晴はこの兄弟の哀れを思い、当時の創禅寺住職、角慶天心と知り合いだったことから、埋葬、法要を頼み、登場兄弟の墓を、創禅寺に築き、菩提を弔った。また、勝見宗晴の墓も、この創禅寺に存在する。 郵便番号533-0033大阪市、東淀川区東中島七2 7 4 4最寄り交通機関は、阪急総前寺駅、JR 新大阪駅、ありがとうございます。